ってるって、はいっつって、え、誰ですか、はい、とりあえず、はい、はい、あ、誰ですか、あれ、まあ、間違えました、すいません、あ、はーい。悪いっすね。あんまり面白くないやん。反応が。反応ちょっと薄かったですね。もっとなんか新しいのが欲しかったです。もう一回来るか。はい。はい。あれ、違いますよね。違いますけど、どちら様ですか？無視や。嬉しかった。違います。違いますよね。やばかったです。テンション下がっちゃいました。もうマンション、これ写真が送られてきた。ここ間違ってないですかみたいな。ここ間違ってないですか。いや、もう3回間違えたら疑いますね。とりあえず合ってる。はよって言うと。もっと面白い声出てたら面白かったかもしれない。でもお前もう声とか変えろよ。普通の声でいっちゃう。まだ遅いんだけど。よし、え、今 このまんまちょっとやってみて。うん、うん、うん、来たよ。あれ、来ちゃった。マジで、マジで、マジで来ちゃった。ガス。全然気づかない。なんかもう変なとこに隠れちゃった。おかしい。おはようございます。おはようございます。自己紹介お願いします。木村拓哉です。木村拓哉です。そういう感じ。意識されてるんですか。全然なんかたまたま寄っちゃう。ああ。寄っちゃう癖がある。寄っちゃう癖がある。うぜえなその気。でもね、誰にも気づかれないからね。それが奇跡的だよ本当に。え、そのキャラでやっていきますか。いや、全然。このパターンを出してくれた。そうです。あ、それこそ。の方がいいです。あ、このくらいの方がいいかもしれないです。もうちょっと入った方がいいです。入った方がいい。はい。近くない？いや、意外といい感じです。いや、遠いぐらいだと思う。遠いぐらい。いや、遠くないでしょ。いや、全然遠い方だよ。遠い方とか言う。もうちょっと。もう一人いるもんだって。いや、何基準やん。休みの日だった。お前今あくびしただろ、お前。すいません、ちょっと睡眠を取ってなかった。寝てないらしいからね。そうなんです。今日撮影だから、朝早いから、昨日ね、なんか飲みに行くみたいな。そうね。そう、飲みに行くんですよ、先輩と。いや、お前、ね、マジで早く帰れよって。遅れたらやばいから、つって。えらい。で、ちゃんと寝てちょこいよ、今日も長いし、みたいな。言ってたんだけど、結局寝てないって。それを選んだのね。そうっす。寝たら終わる。寝たら終わるなんて。いや、言うこと聞かないってことだ。いや、寝たかったっす、本当に。寝たかったっすけど。いや、帰るよ、だから。帰ったけど、帰ったらもうすごいよ、もう散々でもね、もう朝起きないのがあるからね。なんだよ、俺。打ち合わせして、すごいあるよ。本当ですか？家で待ってたけど、もうその時家にいなかったからね、なんなら。何時に来てねって言って。何時に来てね、そうやって。すごいもう、だからピンポンしても全然出ないし、もうどんどんしても全然出てこないし。嘘。うん。なんだった？全然。
いやもう遊び行っちゃってたんだよ、まあ、遊びって帰ってきてなかったんだから。嘘でしょ。ずーっと待っててさ、やっと繋がったらさ、出ないなら帰ればよかったのにとか言われて、散々どんどんピンポンして、もしもしまだいたのだからね、すごいでしょ。まだいたね。すごい。それはごめんねって言ったでしょ、多分。いや、それ言ってたかな。それいつの話ですか。もうそれも二十歳ぐらい、21歳じゃないの。でもピンポンして、窓もさ、こうしてさ、ああ、鍵閉まってるなと。したらいねえんだわ。どんどんしても出ねえわけだわ、もう。いねえんだわ。いねえんだわ。いねえんだわって。また言ったのがある。そう、だから今のセリフ聞いてすごい安心したよ。でもそういうさ、なんか、昔話エピソードみたいなのもいいよね、別に。ああ、確かに。いや、変わったよ。すごいよ。すごいよ。変わった俺。変わったよ。すごい成長してる。いや、なんか本当にね、こう昔の友達に会うと、はい、なんか、結構俺ひどいことしてるなと思って。やっぱやってるやつってさ、はい、覚えてない。覚えてないわけ。やってるやつってか言い方悪いけどさ、結構だから覚えて、全然記憶力もないし、なんか昔こういうことあったとか、全然覚えてないの、うん。昔の話を人からされると、はい、俺そんなことしてたのみたいな。これも今、まさにそうなんだけど。いやでもごめんって感じですか。いやでもすごいのはね。なんかよく今でも友達いてくれるないや一番すごかったのはあれだね。やっぱ夏海、ほら、白浜とか行くじゃんよく。うん、あの帰り超渋滞するじゃん。うん、あれちょっと、俺の車じゃなくてさ、行ってるからもう安心してるわけよ。あ、今日運転ねえなって。はい。その時誰の車？いや、自分の車。これ運転してってって言うわけや。言うわけよ。でもさ、人の車って緊張するじゃん。はい。しかもいい車だからさ、しかも。マジかよ、でも超混んでんなっつって7時間ずーっと運転よ。ずーっと寝てるから7時間睡眠。7時間睡眠よ。7時間の睡眠ずーっと、うわ、きつい、ずっと寝てるわっつって、誰も喋んないしさ、何かなさ、7時間ずーっと運転よ。気持ちよく寝てるわけよ。それはかわいそう。相当恨んでるね。それはもう究極、そのもう一番のエピソードだ、ね。ちょっと好感度下がるわ俺。いや上がんないでしょ。いや帰り道7時間寝るって超大物よ。いや変わらんかったで寝ちゃってんだから。逆にすごいですよ。変わらんかった言った？いや寝てんだから。いやそれも好感度抜群で、ね、いやまあ寝てるっていうか、だからまあそれは意図的じゃないよ、寝てしまった。寝てしまった、だから安心してたってことだよね。俺は安心感あったっていう。ポジティブだな。いやまあそういうのは聞くと、まあちょっとね、いやあのね、白浜って超楽しいじゃん、もう最高じゃん。もう、まあ、でもあの帰り道が憂鬱になるわけじゃん、ちょっと、うんうんうん、まあまあそれは白浜あるあるだよね。そうね、うん、でもその7時間寝れちゃうんだから。そこまでも楽しいんだから。まあそれは最高でしょ。最高よ。おかげですよ。だからおかげさまで楽しい思い出もね、バディあっての俺の楽しい思い出だってことしかないよ。そうそうそう、7時間持ってないからね。4時間とかじゃないから、7時間ほんと7時間だよ。いやまあそんぐらい渋滞するからね。そう、本当にお盆休みのあれは忘れました。いや楽しかったね。それでタバコ忘れて、そう、そんで会って、あ、偶然会った、そう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 、あ、そっから、でも毎年行ってんだよね。あ、そう、うん、タバコ祭り、うん、タバコ、ほんとタバコ、タバコ、ほんとのタバコ。なんでそれに行ってんの。そう、タバコ吸わないから。俺、私の屋台が好きなんだけど、ほんとにタバコ嫌いだけど。まあ、昔もクラブ嫌いだけど、クラブ好きだから。クラブ嫌いだけど、もう女は好きだからしょうがねえな。そこは妥協しなくて。それはもう YouTube で言った方がいいっしょ。ああ、それはもう決め文句でしょうよね。もう入ってますよ。言ってたよ、あの長嶋一茂が。飛行機が乗れないっつって。でもハワイに年間100日行くのに、な、は、ん、い、でやねんって言われてて。そこにハワイがあるからそれは大丈夫って言ってたから。でも嫌いなことを、でもやっぱりそこに何かがあればやらなくちゃいけないことがあるから、すごいいいこと言ってたよ。確かに深いです。全然かっこよくない。嘘、すごい感動したんだけど、一茂に感動話を、そのさ、クラブと女っていう話をし直してほしいよ。いやそれはほら一緒よ、だから一緒だなと思って。クラブはほら夜やってるしさ、眠いじゃん。で、悪いやつもいっぱいいるわけじゃん。悪いやつ。
悪いやつの中で、ほら、やっぱりでもそこには女がいるわけ。しかもギャルがいるわけですよ。しょうがないですよ。ギャル好きですか？ギャルね、好きだね。